つば九郎保留。プロ野球ヤクルトの人気マスコットつば九郎が怒りにくちばしを震わせた東京都内の球団事務所で14日契約更改交渉に臨み2年連続で保留した。今季は積極的なイベント参加が実り、グッズ売り上げで村上宗隆内野手から首位を奪還した。公にするなと代理人よりと提示内容は明かさなかったが自信を持って交渉しましたがいい評価ではありませんでしたと、球団からの評価に納得がいかない様子だった。来年はつば九郎デビューから30年の節目、気持ちよく開幕したいので保留しました。別年ですと翼で涙を拭った。記者から大谷翔平選手のような高額契約が取れたら何に使いたいかとの問いには、人気商品のヤクルト1000のお風呂にはいると壮大な夢を掲げた。村上の年俸を削ってあげたら、いつまでやるのこの滑り芸。まずは高津に支給を謝罪させろ。移籍すればいいじゃん。この茶番いつまでやる気なの。マジレスして悪いがヤクルト戦の風呂入ったらかゆくならんか。つば九郎はお一人でやられんすか。ヤクルトファン大爆笑的。いつまでも同じネタこすってんじゃねえよ。ご視聴ありがとうございました。